さだけで言うと今のここにあるようなこういうギターと比べるとやっぱりちょっとボリュームっていうかね、音量は小さい。はっきり言って弾きやすいか弾きにくいかと言われると弾きやすくはないです。それでもその音色は今を生きる私たちに大切なメッセージを届けてくれます。広島市の石原圭一郎さん、64歳、現役のギタリストです。もし万が一切れたら俺喋りでつなぐギオッケつながりわーっと交換しますデータデータ何せバックギターだもんね広島で被爆したクラシックギターと出会い演奏を続けています。被爆ギターにはある思いが込められていました。お久しぶりでございます。被爆ギターを石原さんに託した井上進さん。ギターは進さんの父哲夫さんのものでした。77年前の8月6日哲夫さんは勤務中で助かりましたが、爆心地からおよそ3キロの自宅でギターは被爆しました。音楽とギターに強い思いがあった哲夫さんですが、戦後は家族を養うためにギターは自宅の押し入れにしまったまま手に取ることもなく必死で働き、家族の前でその話題に触れることもありませんでした。まあ、被爆によってから、父も音楽の道を断たれてたね。生活のために断念せざるを得んかったのは無念だったと思いますね。戦争が奪った夢と日常。それでも哲夫さんはギターを大切に持ち続けていました。これが書き置きだから。現在では通用せぬが、その時は広島では最高に近い品であった。大切にしてくれ。こんなに大事なものだったのかいことが改めて分かりましたね。父の残したものがですね、こういった形でからはお役に立つことになるのは父も喜んでるんじゃないかなと思います、正直。うん、間もなくあの日から77年。井上さん親子の思いを受けコンサートを開いてきた石原さん。今年は広島を皮切りに大阪など全国を回るツアーを初めて企画しました。当たり前に音楽を楽しめる平和を願って、戦争と原爆を乗り越えた被爆ギターがその音色を響かせます。今またなんか世の中がちょっと危ないかなというような状況に世界を見てもなってるので、そういう時に本当に大勢の人じゃなくてもいろんな人にこういうギターの音を聞いて平和について考えていただきたいなと。それではソロで弾く最後の曲、鳥の歌という平和を願う曲として有名になった曲、一番の曲だと思います。
50年経ちましたけど、本当にあれから何か平和になったのかなと思っています。当時にあった楽器とかの音色を聞いたりとかすることで、またそのしっかりとこう平和っていうものを感じるっていうのはすごく大切だなって。戦争をしようって思ってる大人の人とかはこの被爆ギターを聴いて、うん、聞いてほしいなって思っています。音楽家として音楽の力で何ができるんだろうと考えたときに、平和について被爆ギターの音を聞いて考えてほしいなとは思っています。平和コンサートということで音楽が携わらなくても本当に平和な世の中になって、普通に音楽活動、演奏活動ができる時代に本当になればいいなと思っています。